影体質の特色自然界は陽性な部分と陰性な部分の相対バランスの妙によって成り立っています人間も同じで影日合わせ持つ巧妙な心理力時かけ機械時かけの反対語の生き物なのです火傷をすると水ぶくれになります火の熱を水影で冷まそうとしているからです 冷たい風の吹く冬には皮膚を締めて体温を逃がさないようにします寒さ影に対して皮膚を締める火の作用が働くわけですその他、交感神経と副交感神経興奮動の人抑制ゆる静の影の関係や副腎皮質ホルモンと副腎皮質刺激ホルモンの関係も同じ考え方が成り立ちます 影都度構成体質は端的に言うと「虚弱な体質」と解釈できます子どもの頃から元気がない覇気がない疲れやすいといった陰性なところが先立ってしまう体質者です近年は虚弱体質よりも医薬品の副作用や行き過ぎた治療健康法などで体力を落としてしまい影都度構成体質になっている方の方が むしろ多いように思われます中都度構成体質と並びこの影都度構成体質も全体から見るとごくわずかですが校舎のような方はいつも危機的状況が控えていますので注意が必要です影都度構成体質の特徴を傾向的に見ると次のような事例が挙げられます体型は送信で色白または青白い 湯上がりの肌のようにしっとりしている。何をしても疲れやすい。ボンのくぼ、天柱や左の脇腹に違和感、痛みを感じる。これは発汗が過度になった時や極度の疲労、または医薬品の副作用が考えられる。汗をかくと疲れる。汗をかきやすい。風邪をよく引くが、高熱は出ずに長引くタイプ。 冷え性で冬がつらい。夏でもクーラーのかかっているところは寒く感じる。まぶたを裏返しても充血がなく白い色をしている。夜間に何度も小便に行く。小便の量は多いが色は透明または薄い黄色。長湯は疲れる。または風呂やサウナは気持ちよくない。 医薬品を服用すると余計に悪くなる場合が多い陰性食品コーヒービールウイスキー唐辛子などの刺激物などは嫌い酸っぱいもの生野菜がおいしくない全体的に性器破気に乏しいこのように栄養分の吸収率が弱く筋肉組織が緩んでいるために力が出ない常に冷えがあって 体内熱が低いことが、この体質者のの共通点です。この体質に限って言えば発汗法は体力を低下させるので適していません影滞在性体質には増縮力をつけ冷え症貧血立ちくらみなどを解消することが先決問題です基礎体力を持ち直す体質の改善に吸音熱法が適しています